でもうあることないこと平気で嘘をついている状態で、まあもう見てて気の毒というかね。で宮川君もなんか俺のこと嘘つきって書いてたよね、ツイッターで。まあ、まあ、どんなことなの逆に教えて。いや、今言ってよ、何なの嘘って。いや、宮川君、衆院選のことがね。だから衆院選の時にどんな嘘ついた、ちょっと具体的に教えてほしいのよ。森江政経塾の中で、衆院選に、立候補して、自腹組は、優先的に参院選に、まあ、出る権利を得られると。で参院選は、その衆院選が出た人間、優先でって言ったのかな。優先に出れるように来たと思うんだけど、してなかった俺、衆院選出たら優先に。それでですね、まあ、堀江政経塾の中では、立花さんの説明は、沖縄で1万2000票というのが、まあ、一番参議院選で少なかったと。まあ、それさえ取れれば、衆院選は赤字だけど、まあ、両方足せばね、まあ、赤字になることはないだろうと。まあ、その時は定数全員出すっていうことは言ってなかったんですよ。はい。まあ、それで私もまあ友達を、まあ、何人かね、呼んでしまって自腹でまあ出させてしまったこともあったので、マイナスになってる人間が多かったと。はい。その点に関しては、まあ、当初は、まあ、当時、まあ、当初はね、まあ、あまり説明がなかったと。それは分かりました。はい。だからそれは嘘って聞こえるかもしれないけど、方針変化になっているので、もしそういうことで損害が出ているということならば、それは正直に言ってくれたら対応するよ。要は嘘っていうよりも方向が変化、その時は1人ずつ45人出そうとしてたんだけどね、最終的には70何人出せばいいからっていう判断をしたの でそういう嘘じゃなくて、それ嘘じゃないって分かってくれるかな。方針変更をしてるん でそれによって被害を受けてるんだったら、今初めて聞いたんで、なるほどと思えるわけでね。だからそういったことはできるだけ言っていただきたい。決して嘘じゃなくて、方針どうしても変更することがあるんでね。まあ、あとちょっと細かいことなんですけど、どうぞ全然言ってください。はい。まあ、あの時は何だった、参院選のポスター貼りの時なんですけど、はい。小林博士が、大麻党のポスターだけを貼りたいみたいな、4人、埼玉4人、5人か、あれ、ポスター貼りを、まあ、共同でやろうという、当時の提案、それを質問で小林博士が、はい、例えば、我が党だけのポスターを貼りたいといった人間が来た場合に、はい、どうしますかって質問されたんですよ。はい、その時に当時は、はい、そういうやつはもう呼ばなくていいと、確か言ったんですね。ごめんなさい、もう一回ちょっと、参議院選挙の何県の候補ですか、何県？え、いや、あ、埼玉県で4人出たんだよね。はい、そうですね、はい。ね、4人出た時に、はい、4人一緒に貼ったらいいじゃんって話だよね。まあ、それでまあ、2点差って、まあ、100円出しますってことにもなったりしたんですけど、何する？100円出します。あ、まあ、そういうことにもなったらですけど、まあ、その時、まあ、当初がそうやっておっしゃられたんですよ。まあ、だから、そう、協力できない。一箇所、自分のところだけ貼るということは、はいはい、許さないと。まあ、そういうことだったらもう協力してもらわなくて結構ですとおっしゃったんです。はいはいはい。まあ、それでですね、まあ、ここにおられてちょっとあれなんですけども、問題は解決したことであまり言いたくないんですけども、はい、まあ、坂谷議員が、まあ、一人で、党のものだけ貼った河合君の、河合さんの、ね。ああ、なるほどね。で、その時に、はいはい、大野さんかな、まあ、そういうことでちょっと内輪で揉めてることがあるんですが、党首どう思われますかという質問に対して、いいんじゃないのって、坂谷君は党のことを考えてやったんだからいいんじゃないのということで、まあ、ちょっとなんかその小林博士が質問した時と、まあ、若干内容変わっちゃったのかなと思ったんですけど、それ嘘なのだから。だからそう、同じ日に言ってくれたら分かるけど、もう言い訳してごめんね。ただ俺だっていろんなその場その場で判断しててね、でその NHK 党の人を貼ってくれるのはこちらとして非常にありがたいわけよね。でもそれ以外のところを貼るんだったら、まあ一箇所100円って確かに決めてたと思うんだけどね、だったら4枚貼ってよっていう。ただバイクとかでどうしても4枚貼るよりも1枚貼った方が楽っていうところもあったりとか、まあそもそも自分の選挙区だけ貼りたいっていう人もいるわけですよ。市議会議員選挙に有利にするとか多分ね。だからまあなんか最初の質問はすごく迷惑をかか、結果としてすごい迷惑をかけてるからね、お金のことでもあるから、
まあ、そういうのをちょっと素直に言える環境を作れなかったことは僕はごめんねとしか思えないですし、今からでもそこはね、それによって被害が出てるっていうんだったら申告してもらえれば、追加で政党助成金の交付したいと思います。で、2点目に関しては嘘じゃないかなと思うんだけどね。まあ、はっきり言えばですね、NHK 党のことを応援してなくても、私、まあ、埼玉で今回出させていただいて、まあ、私の、ね、仲間が、まあ、ポスター貼ってくれたんですよ。まあ、その上で、ね、やっぱり党のだけ貼ってあったりすると、こうミルフィーユみたいにね、こう重ねて、風が強い時とか大変なんですよ。1枚だけ、もう1枚貼るわけにいかないから、1枚だけ持って帰ってこなきゃいけない。でそういう、まあ、大麻党だけ貼られてたりとか、まあ、いろいろあったんですけど、まあ、枚数も多いんで、そういうことはまあ生じるとは思うんですけどね。ただ、身内の、まあ、当初の YouTube を見てたりですね、ここの、まあ、総会なり定例会を、まあ、見てると思う方がというところで、その時に、まあ、もう済んだ問題なんですけど、その時に私はちょっと不満に思いました。だから、不満に思うことと嘘を言うこと違うことだけ理解してもらえないかな。もう立花が嘘つきだって俺ツイッターを見たんだよ、ね。でも、約束違反とかっていうのは、まあ、嘘ではないんですかね。いや、だから約束違反だったらそれはその手伝えてよ、さすがに。だって覚えてることと覚えてないこととか、それによってまあ流せることと流せないこともあるじゃん。だそれに対してネット上で嘘って書くのはいいけども、具体的に書いてくれたら説明できるけど、ただただ嘘つきだって書かれるのは、それはさすがにちょっとパイプもちゃんとあるんだから、別に電話くれたら連絡してるじゃん。たまにですね、当主の機嫌が悪い時があるんですよ。だからなかなか喋りづらいところもあるんで、まあああやって刺激的なことを書けばですね、こういう機会を逆に当主からもらえるというところもあるんで、まあ、ね、まあ、それはそのポスターに関してというか最初の45、70何語に変えたことについては、それを俺も自覚してるよ、さすがに。だからもう諸派党構想は本当にやめようと思ってるし、それについてね、宮川君が何か損害賠償金でドル払ってくれっていうのを変えてきて、それ小林君とできるだけ善処するよ、はい、やっぱりお金、分かりません、お金をかけたことについてはね、うん、ちゃんとやります。分かりました、ありがとうございます、はい、はい。